グエン・コンフォンは、ベトナムゲアン賞出身のサッカー選手。ベトナム代表。2007年、アーセナル FC と JMG アカデミー、ホアン・アインズ・アライグループによって創設された、ホグル・アーセナル JMG アカデミーに入団した。2010年6月、グエン・コンフォンとグエン・トゥアン・アインは、JMG アカデミーの優秀選手に選ばれ、マリで行われた海外トレーニングに参加した。2012年、 コン、フォントトゥアン、アイン、ルアンスアンチュオン、チャンフードンチエウの4選手がアーセナルユースチームの練習に参加した。2014年11月、クエンコンフォンの年齢について年齢差称疑惑が報じられたが、調査の結果、1995年1月21日生まれの19歳であることが証明された。2015年1月4日、プロデビュー戦となった。 V リーグ2015開幕戦のサンナ・カインホア FC 戦で V リーグ初出場初得点を含む2ゴールを記録した。2016年に J リーグのミトホーリーホックに期限付き移籍。しかし、シーズン終了後に期限付き移籍期間満了により退団。2019年2月13日、1年ローンでニガーユナイテッド FC に加入。しかし、6月に この契約は打ち切られ、7月5日に、ベルギーのシントトロイ VV に、ローンで移籍。ここでもトップチームで、出場機会を得ることはできず、2020年1月6日に、ホーチミンシティ FC への期限付き移籍が決定した。2013年10月、AFCU-19 選手権2014予選で7ゴールを決め、得点王に輝いた。台湾戦で、 ハットトリックを達成、香港戦とオーストラリア戦で2ゴールを決めた。2014年3月5日、ロンドンで行われた U-19 サッカーベトナム代表と U-19 アーセナル FC の親善試合で2ゴールを記録した。同10日の U-19AFC ウィンブルドン戦、同20日の U-19 バーミンガムシティ FC 戦でもゴールを決めた。 U-19 ウィンブルドンの選手からは、ベトナムのメッシュと称えられた。2014年8月、ハサナルゴルキアカップでチーム得点王のホー・トゥアンタイに、次ぐ3ゴールを決め、準優勝に貢献した。2014年9月、アフ U-19 ユ,ユース選手権、グループリーグのオーストラリア戦で、決勝ゴールを決めた。日本戦でも2試合連続となるゴールを決めたが、 二から三で敗れた。ベトナムは、決勝戦でも表、原ゲン太のゴールで、日本にゼロの一で敗れ、優勝を逃した。2014年10月、AFCU-19 選手権2014に出場したが、AS として期待された、グエン・コンフォンは、韓国、日本、中国相手に無得点に終わり、黄金世代として 2015FIFAU-20。20 ワールドカップ出場権獲得を期待されたチームもグループリーグ再開で敗退した。2014年12月 U-23 ベトナム代表に招集され AFCU-23 選手権2016に出場した。黄金世代のエースとして背番号10を背負いその期待に応えるチーム最多の4得点を決めた。ありがとうございます。